はい、ではストリングスのトラックの録音をしていきましょう。スマートストリングスの設定ですが、まずオートプレイの1番を選択します。で、音色はポップで、楽器はすべて選択してください。で、まずクオンタイズの設定をします。こちらのフェーダーのアイコン、これは各トラックについての設定画面ですけども、ここでクオンタイズで、クオンタイズっていうのは人間の手で演奏するとどうしてもタイミングがズレが生じてしまうんです。それを正確なタイミングに修正してくれるっていう機能です。で、そのタイミングのを合わせる細かさっていうのが選択できるんですが、これは演奏するフレーズやパターンによって異なると思いますが、ここでは1/8を選択してください。ここのメトロノームのアイコンが青くオンになっていることを確認してください。演奏するコードのパターンはまず Dm で、1小節、つまりカウントがメトロノームのカウントが4回鳴った後に、次に B フラット FAm、これを2回繰り返します。といった感じです。クオンタイズがあるので正確に小節の頭に必ずしもタップする必要はなくて、若干早めにタップするとうまくいくと思います。じゃあちょっとやってみましょう。この赤いのが録音ボタンで、これを押すと4回カウントが鳴った後に録音が始まります。といった感じです。聞いてみましょう。まあいいんじゃないでしょうか。もし失敗してしまった場合は、もう一回やり直したい場合っていうのは、ここにある戻る矢印のボタンを押すと今録音した作業が取り消されるので、やり直してみてください。ではストリングストラックの録音はこれで以上です。次はベースの録音です。